レッチュベルクルート100周年記念列車を牽引するア e 6 8 2 0 5号機2013年同体保存されているア e 6 8 2 0 5号機1997年インターラーケンオスト駅を発車するア e 6 8 2 0 5号機1957年ブレダ製の車体であった当時の BE6-8 型が牽引する列車1930年コロベルーン レッチュベルクシンプロン鉄道 A6-8 系電気機関車は、現在では、スイスの最大の私鉄である、BLS。AG となっているベルン・レッチュベルクシンプロン、鉄道やその後ろみである、BLS ・レッチュベルク鉄道で使用された、電気機関車である。アルプスコエルートの一つであるレッチュベルクルートを要する、ベルン・レッチュベルクシンプロン鉄道では、27、パーミルが連続する。 このルート用の電気機関車として、27パーミルで310トンを時速 50km で、牽引可能なロッド式の5軸駆動機である BE5-7 型13両を使用していたが、輸送量の増加に対応するために27パーミルで550トンを時速 50km で牽引できる機関車を計画していた。本機は、この計画により、車軸配置で、 低圧タップ切り替え制御とウエスティングハウス、四季クイル駆動との組み合わせによる当時世界最強の機関車として、まず1926年と1931年に、電気部分、主電動機、駆動装置の製造を、s す、車体、機械部分、台車の製造を、イタリアのブレーダが担当して、 最高速度時速 75km で1時間定格牽引力 238kN の BE68 型として201から204号機が、その後1939から43年に、車体、機械部分、台車の製造の担当を SLM に変更して、 最高速度時速 90km で1時間定格牽引力 245kN の A6、8型として205から208号機の計8両が製造されている。その後数度にわたり出力増強と最高速度の向上を重ねながら、後継の A4、4型、A8、8系、リオン、4型と共に主力として使用されており、 最終的には最高速度実測 100km で、27パーミルで610トンを実測 75km で、牽引可能な I6-8K201 から208号機となって1990年代半ばまで使用されている。なお、BLSAG に胴体保存機として残された205号機は、UIC 方式の新しい形式名で、 歴史的機関車用の形式である IN15 型となっている。各機体の基板と製造年、製造所は以下の通り BE6、8K201 から204号機 A6、8K205 から208号機 A6、8K201 から204号機 A6、8K201 から208号,20 20号機。ありがとうございます。